毎度お世話になっております。本当は怖いヤンデレ娘実況プレイ続きをやっていきます。よろしくお願いします。前回俺以外の男と人情沙汰に及んでしまった首狩りさんですが、時間付き選択肢が出て逃げるを選んだんだよね。あそこすごい重要な選択肢だと思うんだよね。逃げるか応戦するか、30秒経過するっていう選択もあったと思うんだよね。とりあえず逃げるを選んだんで、このまま先に進めてみようか。戦慄反狂乱の闘争やっていこう。なんかこの大学も不思議なんだよね。黒髪白服の女が現れた時の緊急時対応マニュアルみたいなのがあるみたいだし、大学の道順はどうだったか。こんなことならもっと真面目に大学に慣れとくんだった。ついでにどこかでサークルのやつらのために救急車呼んどくか。殺されてなければだけど、男たちはなんか血を流して悶絶してたんだよね。で、鏡音さんだっけ、一人女の子がいるんだよね。その人はアイアンクローされてただけだったから、まあ、死んでないと思うんだけど。待てなんで追いかけられてんだろうな。うわ、来やがった。どこ、まあ、60秒選択肢があるのはいいんですけど、どこ、とりあえず、人の多いところに行こう。盾があった方が、あ、誰もいない。しまった、こっちじゃない。そっか、食堂だともう人いないよね。夕方だから。見つけた。あぶっ、早っ。今日1分経ってないんじゃない？開始してから。喋ってた時間があるからね、最初ね。くそー、人を、群衆にさ、紛れようかと思ったんだけど、60秒っていう選択肢が出るとさ、焦っちゃうよね。なんだこいつ。ヒャッヒャッヒャッヒャ、逃げろ、逃げ惑うがいい。脱出路は大学の場所を通った逆順じゃ、グビ。さっきはどこかにジュースを買いに行かなかったグビ。あ、そういうことか。そういうことね、わかった。わかったよ。わかったよ、グビー。つまり、大学まで、サークルの部室とこまで来た道順を逆にたどればいいってことだ。わかったよ。つまり、掲示板のところに行ってたよね、ジュース買いにさ。そうでしょ。こうでしょ。外に出られた。次はどうする？警察か。次はね、逃げるな。なんで追いかけ回されてんのかよくわかんないんだけど、俺のツッコミが三村みたいだったから、三村みたいだったから勘に触ったのかな。クソ、のんきに待ってたら追いつかれる。それなら交番に向かって走った方が早いか。一回サークル部室に戻るんだよね、これね。逆順でしょ。しまった、こっちじゃない。あ、違うの？違うのか。見つけた。そっか、袋小路だもんな、これ。ちょっと待って。ジュース買いに行ったでしょ？その前に部室にいたから部室に戻ってきたんだけど、そこはカウントされないってこと？なるほど、そういうことか。理解した。もうこのデッドエンドの7文字は見なくて済むぞ。待てー！まずは、掲示板。逃げるな！そして、次は、講義室。こっちは講義室か。出口に近づいてるか、建物に入っちまった。どこだ？夏空くん。どこに行った？
隠れても無駄よ。クピカリさんはさ、一度本気出してヤンデレについて考えてみた方がいいよ。これじゃヤンデレじゃないからね。うっ、やっぱまた追ってきやがった。息を潜めてやり過ごせるか。次は学食じゃないかな。早くエッチ行ってくれ。夏空くんの匂いがするわ。そこか。おめえすげえな。くそ。ガタ。俺は物陰から飛び出す。次は学食でしょ。ここからはもう大丈夫。次この後キャンパスだろ。しま、学食じゃないの？あ！そうか、キャンパスだ。学食を出て一回キャンパスに行って、講義室に行ったんだよ。見つけた。記憶力を試されてんだ、俺。で、夏空くんの匂いがするわ。広場かな？そこか。広場って何？そんなとこ行ったことあったっけ？キャンパスと広場ってどう違うの？広場。よしよしよし、ここだ、ここ。よし、だいぶ出口に近づいたぞ。待て、大学から出て逃げるつもりね。そうはさせないわよ。出口方向から回り込んできた。どうやって？これでキャンパスでしょ？いや、食堂、最初、学食だ。そうだ。学食に行かないといけない。まずい、またこう、建物内だ。しかも閉まってる。反対出口から逃げるしかないのか。この後どうしたんだっけ？この後キャンパスか。ほらほら、追いついちゃうわよ。おっかねえ。ブンブン。クソ、カッター振り回してご機嫌らしいな。ずいぶん余裕ですね、夏空くん。ここに来て、強化との距離がぐっと縮まってしまった。カッターくらいなんだよな。致命傷にはならないだろう。頑張って応戦しろよ。俺は嫌だけど。迷ってはいられない。キャンパス。キャンパスだよね。確か友人と会ったところだと思うんで。出た！もうすぐ出口はそこだ。やったぞ。すでに出入り口がね、十数メートルしかない。っていうか、大学構内に人がいないんだね。しかも教科の姿は見えない。巻いたか。周囲を見渡しても、彼女の姿は見えない。こちらを見失ったに違いない。俺は出口に向かう。回り込まれてるんじゃないの？とりあえずここを離れながら、警察に電話を。あーら。逃げ切れたと思っちゃった？テレポートしてきた。俺は声の下方を振り向く。うわぁ！刺された！処刑用 BGM もないのに。なんか選択肢ミスった。銀線が見えたかと思った瞬間、携帯電話を持っていた右腕に鋭い痛みが走った。右腕か。まだ大丈夫だ。うわぁ！腰が抜けてその場にへたり込む。簡単なことよね。夏空くんは出口に向かっているのだもの。だったら最初から外で待ってたらよかったのよね。夏空くんの鮮血素敵。この人最初から俺を殺すのが目的なんじゃないの？ひぃ。反狂乱になった俺はその場でバタバタと足を動かしてもがく。しかし錯乱とショックで体が思うように動かない。出血の割に痛みはひどくないが、精神的な動揺は計り知れなかった。さあ一緒に行きましょう。誰にも邪魔されることのない二人だけの永遠の世界へと。なんか電波みたいなこと言い始めたよ。強化が狂気を振り上げる。強化が狂気を振り上げる。ま、待ってくれ。死にたくない。死にたくない。やめろー。お願いだ。あんたの言うことは何でも聞く。頼む。だから殺さないでくれ。あんたのことも好きになる。お願いだ。だからお、そんな素敵な命乞いされたら、私
割と好き。え、美人。え？え？ぷわー。その時一台のトラックが俺たちの方に突っ込んできた。なんでだよ。ブレーキ踏めよ。なんでさ、アニメとか漫画とかゲームのトラックってさ、殺意こんなに高いのかな。クラクション鳴らす前にブレーキ踏むだろ。まず殺意高い系のトラック多いよね。昨今はその後異世界に転生されますけど。というのが俺と首狩り強化とのあらましですね。なるほど。これ最初に戻ってきたのかな。 T っていうのが夏空当時くんのことか。大体はこのくらいですが、いかがでしょうか。良い記事は書けそうですか。トラックはどうなったん。トラックと首狩りさんは。はい、ありがとうございます。最後にいくつかだけ質問させてください。どうぞ。その事故の後、 T さんは病院で一命を取り留めたと。母、そうでなければこうはこうしてお話ししていませんね。その後5年ほどしてご結婚されたということで間違いありませんか。誰と結婚したの。京花と結婚したのかな。ええ、そうです。京花以外の女と結婚したのかな。つまりそのご結婚された相手との、あー、まさにその首狩り京花さんだったというわけですね。なるほどなるほど。え、あ、違うんだ。なんだそれ、違いますよ。私の妻は京花と同一人物ではありません。なんなのこのインタビューは。よくわかんないんだけど。え、そうなんですか。話の流れから私はてっきり、いえ、私が病院で目を覚ました時、彼女は近くにはいませんでしたからね。異世界転生されたのかな、トラックに轢かれて。なるほど、お察しいたします。しかしそういうことでしたら、それ以来首狩り京花と会っていないということになるわけですね。なんでこの取材を受けてんのかな。なんだろうこの記者は。この記者の立ち位置がわかんないんだけど。あはは、面白いことをおっしゃる。面白い。え、京花ならそこにいますよ。ほら、あなたの。私は後ろを振り向いた。え？え？え、どういうこと？なんで記者は殺されたん今。どういうこと。エンディングテーマが流れてますけど、え、これはトゥルーエンドじゃないよね絶対。真相が分かんないんだけど。首狩りさんがすげえ美人だってことは分かったんだけど、その後殺意高い系トラックが突っ込んできて、二人とも病院送りになったってことなのかな。でその後目を覚ました当時くんに、どっかの記者が首狩り京花さんのことで取材に来たんでしょ。でそれに答えてるところで首狩り京花さんに、記者は殺されたってっていうことはわかる。わかるんだけど、経緯がよくわかんないんだよね。これは別のエンディングがあるでしょう。いくらなんでも。俺じゃねえ、首狩り強化をスタンドにしちゃったみたいになってるからね、当時くん。多分このエンディングの後に何か、クビーくんだっけ、クビーくんがヒントをくれるんじゃない。真相が知りたかったら
強化に立ち向かうグビーって、こうエンディングの曲もなんかあんのかな、題名とかがさ、オープニングというかさ、タイトルロゴに流れてたやつはスカボロフェアじゃないですか。これもなんかあんのかね。この作品はフィクションです。登場する全ての存在は架空のものであり、実在の人物、団体などとは一切関係がありません。サンキューフォープレイング。いやー、サンキューフォークリエイティングだよ。さあ、どうだい?この後、何か C パート的なものはあるのかな?曲が終わりそう。フェードアウトしていって、あ戻ってきたぞ。あれ、特にないのか。ん、エンディングが分岐するっていうようなヒントを、あのマスコット的なやつが教えてくれるかなと思ってたんだけど、もしかしてこれかな。これ一回もやってないじゃないですか。これもしかしたら何かこれを見ることによって新しい、なんつうの、扉が開くとか、そんな可能性もありますよね。ちょっとやってみるか。長いのかな。ゲームクリアおめでとうございます。サブエピソード、あ、やっぱクリアだ、いいんだ、さっきのやつ。サブエピソード、非恋女子、1年前を開始しますか。非恋女子は30分程度のノベル形式です。セーブロード環境機能はありません。そういうこと?じゃあこれ一旦終了した方がいいね。次のパートで、1パートにまとめてお送りした方が全然いいんじゃないかな。そういうことか。エンディングはあれがトゥルーということなんですね。でもあれだけだとさ、何なのか分かんないよね。首狩り強化が何者なのかっていうのもさ、あれじゃ全く分かんないし、おそらくこれをやることによってその謎が解けるんじゃないかと思うんだけど、じゃあ今回はこれで終了しようか。で、次回このサブエピソードをね、見ていこうかなと思います。それでよろしいでしょうか。よろしくないと言ってもやめますけどねはい、ではまた次回よろしくお願いします。お疲れ様です。